名前は永田俊典、日本の海上自衛隊に所属しています。日本の文化を、ベトナムの子どもたちに紹介するため文化交流としてここへ来ました。具体的な活動として竹とんぼを作って教えたり、折り紙を作って渡したり、けん玉を渡したり、一緒に写真を撮ったりします。パートナーネーションとして、アメリカを、医療面、文化面ともにサポートすることができてとても光栄です。成功したと思います。今日の活動によって、日本とベトナムの文化の交流はさらにより良いものとなると思います。